シーワールドはアメリカ合衆国に参加所にある水族館である。現在はブラックストーングループ参加のシーワールドエンターテインメントが所有している。カリフォルニア大学ロサンゼルス校の4名の卒業生が海中レストランとショーを組み合わせたテーマパークを構想。1964年3月21日にシーワールドサンディエゴを開業。年間40万人が来場した。 また、シーワールドは、テキサス州サンアントニオ、フロリダ州オーランドにもある。かつては、オハイオ州オーロラにもあった。また、中東、ドバイにも進出予定だったが2014年に計画が、とんざし、変わって、アブダビエの進出が予定されている。2013年公開のドキュメンタリー映画、ブラックフィッシュにて、2010年に、ショーに出演していたシャチの、ティリクムによって、 トレーナーが死亡した事故を取り上げられ、内容が海洋哺乳類をエンターテイメント産業の一環として利用する産業、そのものとシーワールドに対してその意義を問うものであったことをきっかけとして、シャチの扱いをめぐってシーワールドに対する圧力や抗議の声が高まった。シーワールドの来場者数は減少し、2014年の第二四半期の収益が予想を下回り、 2014年通期の業績見通しも下方修正された。この発表によりシーワールドの株価は大きく下落。2014年8月12日には株価は前年比22%下落し、さらに翌13日には前日比32.86%下落した。シーワールド側は映画や批判に対して反論を展開したが、2015年10月に 社地シャチのーをプロセスに沿って廃止すると発表した。さらに2016年3月にはシャチの繁殖を全面中止することで決定した。ありがとうございます。